まあ、今季なんかね、普通種の時期なんでね、取ってきた普通種をね、60センチ水槽に入れて観察してたんですね。そうするとね、やっぱりこう時間によってね、ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、コクワガタ、そういうのを入れてるんですけど、クワガタね、こうノコギリクワガタはね、もうずっと潜ったままでね、やっぱり夜になってからしか出てこないですね。ミヤマクワガタは結構木についたりね、餌場をこう確保したりねしてるんですよね。で結構ね、戦い方もうまくてね、相手の上からこうガツンとこういくんですね。で面白かったのがね、スジクワガタですね。意外だったのが、意外にね、ちょこまかちょこまか動き回るんですね、スジクワガタって。割と昼でも動いてますし、まあ、昼でも夜でもね。で一定の餌場にこう固執しないというかね、まああれはメスを求めて動くんですかね、やっぱり動き回るのはね。まあそれでね、結構大型の個体、ノコギリクワガタとかね、まあそういうのがやってくるとスイッとかわしてね、まあ相手にしないというかね。まあそのくせね、アカアシクワガタとかコクワガタとかね、その辺に対してはね、向かっていったりするんですよね。なんかね、意外に攻撃的な一面もあるんだなと思ってね。スジクワガタ、やっぱりあれですね、海外でいうとライヒっていうグループがあるんですけど、昔はね、まあライヒ、ヒラタですね、ライヒとかラーマーはね、昔はラマオークワとかライヒオークワとか言われた時期もあるんですけど、まあまあヒラタのグループにね、分類はされると思うんですけどね。まあさすがにヒラタだけあって、やっぱりね、気が強い面もあるんですね、あんな小さいのにね、スジクワガタって。で小さいね、カブトもね、1匹入れてたんですけど、まあ、小さいからかな、やっぱりあんまりあれでしたね、その餌場をね、普通のカブトだったらね、餌場を独占してこう寄せつけないような行動を取ると思うんですけど、あんまりそういう感じじゃなかったですね。あとはね、黒カナブンも1匹入れてたんですけどね、この黒カナブンはね、まあなんか飛び回ろうとしたり、なんかいろいろね、まあ、ちょこまかちょこまか、昼間とにかく動いてますよね。まあでもそうやってね、なんかね、いろんな虫をこう入れてると、まあ、それぞれのね、こう特徴が出て面白いもんです、本当。まあ、
今回はね、その水槽が余ってたからね、水槽を生かそうと思ってね、入れてみたんですけど、意外にね、クワガタってやっぱり大きいところで飼った方がいいですね。狭いところだとね、狭いケースの中でね、一頭ずつね飼うのが普通なんですけど、やっぱりちょこまか動いたりしてね、結局なんかゼリーをねほじくり返したりねしてしまってね、なんかもうケージの中ねぐちゃぐちゃになってでしてしまうんですけど、特に深山はねそういう広いところでね木に困らせて飼ってあげるとね、まあ、本来のこう姿というのかね、深山とかの子はね、であんまりその喧嘩もね、餌場をいっぱい設けてあげてればね、まあ喧嘩は起きますけどね、起きるけどガツンガツンとやり合って、もうすぐねどっちかが力関係が分かればね身を引きますんでね、まあ平田ばっかり入れたりしたらねちょっとやばいことになりそうですけど、今ね実は平田も1匹入れてるんですよね。まあでも平田はねそのウロみたいなところにね隠れてねずーっとしてますね、昼間なんか特に。でも夜見たら結構動き回ってます、動き回ってますけどね、まあ基本は割とじっとしてるんでね、案外広いところで飼う分には大丈夫かもしれない、トカノと入れてもね。まあ餌場にねメスがいたらこれまたね喧嘩がもっと熾烈になるんでしょうけど、メスがいなければね、うん、刺してその喧嘩もねまあ死ぬまでやり合うようなことはないと思うんでね、まあぜひ皆さんもね、まあ今季はもう甲州ね普通州ももう終わりの時期ですからね、終わってしまってると思うんで厳しいと思うんですけど、もしクワガタ採集されることあればね、ぜひ大きいところで飼うのもねいいと思いますんでね、やってみてください。さあそれではね、また失礼します。